皆さんこんにちは、森有です。はい、お久しぶりです。あー、撮り方どうやってたっけっていうぐらい撮ってなかった。いきなりなんですけど、今まではですね、私撮りだめをめちゃめちゃしてたんですよ。半年1年ぐらい撮りだめ自体も編集する時間がなくってっていうのをずっとこのね、半年1年ぐらいはずっとね、こうやってたんですよ。なんですけど、まあ、これ本題ですよ。私にしては珍しくすぐに本題に移るんですけれども、すごく心配してくれている方もいるかと思うんですけれども、私にとってもね、みんなにとっても多分事件なんですよ。気づいてる人いると思うんですけれども、私が動画を上げなくなった理由というか、まあ訳があって、体調が悪かったとかそういうわけでもなく、まあ、いつでもだるいですけどね、私はね、いつでもだるいので全然変わらないのよ。コメント欄が消されましたっていうこと。でね、しばらく撮らない間にさ、日本語下手になってない？大丈夫？まあ、簡単に言うと、本当に簡単に言うと、コメント欄が消されたんですよ。結構ざわついた時期あったと思うんです。この1、2ヶ月前ぐらいにみんなざわついてたんですけど、おいおいおいって、うちのコメント欄消えてるけどどうしたって感じになった時があったんですよ。っていうのも、私は聞いてて、あ、消えたんやって思ってたんだけど、がっつり消えてんのね、私のも。マジで？と思ってみんなにこう解決法を聞いたところ、チェックをこう入れ直すと戻るよみたいなアドバイスをいただいたんです。で、やってみたのよ。まあ、戻るんかと思って、こうポチッと押してみたんですよ。そしたら、まあ見事に弾かれる弾かれる。私除外なんですよね、そのチェックからも。対象に入っちゃってるらしくってですね、なんでだろう、私が16歳だからかしら。波紋を読んでいました。取りだめもあるんだから編集できるでしょってなったんですけど、コメント欄にいてくれる方々が、今年で YouTube は7年目になるんですけれども、やっぱり7年応援してくださっている方のコメントってわかるんですよね。結構前からいてくれてるなとか、傷つくコメントももちろんありますけど、その中にアドバイスだったりとか、応援してるよっていうコメントで、それが糧になってる部分、まあみんなも多分言ってたと思うけど、糧になってるんですよ、私の中ではね。なんだけど、もうそれ全部一体で消されちゃったから、どうしようみたいになっちゃって、なんて言うんですかね、その動画に対してコメントをしてもらって、返事を返してお話をするというコミュニケーションが取れるっていうツールの一つとして使っていたはずが、もうサーンみたいな、私もなんかサーンみたいななっちゃったの。だからこの 1,2 ヶ月はインスタグラムしか私は動かしてなかったですね。で、合間になんか TikTok やったりとかして、ちょっと紛らわしてたんですけども、TikTok と Instagram のコメント欄についてはそのまんまなので、本当に一部の方ですよ。この6万7千人かな？見ていただいてる方の中で、私の Instagram と TikTok、Twitter 私ログアウトしちゃってるんだけど、Twitter も知ってる方っていうのが、多分少ないと思うんですよ。キュッと10分の1ぐらいにキュッと絞られた感じでやらせていただいておりますので、なかなか皆さんとこうコミュニケーションが取れなかったりとかして、すっごくショックだったの私は。なんならさ、音フェチを見てくださっている方々が多分一番ショックだと思うんです。私もショックだった、それは。なぜかというと、音フェチって好きなこう好みのところでこうタイムコードみたいなやつをね、ピュッ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 って書いてくださっている方が結構いて、自分の好きなところで自分用って言って保存してコメントをね、残している方もいらっしゃるんですよ。なので本当にもう私は謝りたくて、多分これもすっごい少人数だと思うんですけれども、一回コメント欄が消えた日かな、消えた日かその次の日かなんかに生放送を私やったんですけれども、それも本当は録画を残しておくつもりだったんだけど、毎回違うことにね、こうシフトチェンジしちゃうんですよ、話が。なのでちゃんとこういう風に動画にしないとお届けすることができないなと思ったので、ちょっとね、撮れるチャンスを伺っていたんですけれども、結局平成最後の前日になってしまいました。ごめんなさい、本当に。そういう感じですね。理由は本当そんな感じでございます。なので本当に体調不良とか、もう常にだるいから、全然常にだるいからっておかしいけど、産後ってすごいなって本当に思います。仕事も今お休みしていて、私今年で芸能が15年目になるんですけれども、15年目の年にお休みをしてるから、すごくなんかこうダルンって感じなの、もう全てにダルンみたいになっちゃってて、もうバタバタしちゃうし、そうですね、なんかこううまいことね、回せてなくて、うまいこと回れば多分こうね、いいようにこうぐるぐるっといけると思うんですけれども、そこがちょっとうまく調節ができていないっていうのも一つありました。だけど一番私がショックだったのはそこですね、コメント欄が消えてしまったっていうでございます。で、現状なんですけれども、 YouTube に一応問い合わせというか、まあしております。なぜ私が消えているのか、未成年が映ってるとか、本人が未成年だったりとか、何が引っかかってるのかっていうところで、私が16歳だからなんじゃないかなって思ったんです、一瞬ね。永遠の16歳ですってずっと言ってるから、16歳として弾かれてるのかなっていうのが、事務所とか私とか周りとかは
そういう見解で今いるんですけれども、ちょっとね、なんかすっごいめんどくさいことになっちゃったなと思って、永遠の16歳ってね、15年前から言ってるからなんか何も言えないじゃんと思っちゃって、解決できない問題がいろいろと浮上してしまっているという状況です。コメント欄がもう完全封鎖されてるのね。レインボーブリッジ並みに平成最後のこと言いたかったんだけど、クソつまんないこと言っちゃった、ごめんね。とりあえず皆さん、インスタグラムと TikTok は私ちょいちょいいじってるので、 TikTok も言うて取りだめなんですけれども、インスタグラムの方は随時私はいじっていたりとかするので、ぜひですね、コメント欄がない間はとりあえずインスタに今日の動画をこんな感じですとかあげたいなと思ってるので、皆さんそちらの方にコメントしていただけたら嬉しいです。いやー、ほんとにやだこの平成の終わり方よ、もうね。なんかさ、平成終わるなーと思ったらコメント欄消されるしさ、なんなん言うてもうあーってなってたんですけれども、全然森襟は元気でございます。ということで皆さん、お久しぶりな森襟、すごいどぎついわと思ったでしょう。なんかいろいろなね、テンションがねついてこれないなみたいな、私もねついていけない自分のこの動画の中のテンションっていうのはついていけないんですけれども、とりあえず私が今怖いのはこれ編集できっかなみたいな感じですね。これだけはですね、私皆さんに平成が終わる前に言いたかったから、取りだめじゃないんですよ。なので撮ってるの今 Now で撮ってますから、これ上げている多分3時間ぐらい前に撮ってますから、こんにちはこんばんは皆さん。はい、本人はめちゃくちゃ元気なんですけれども、やっぱりそのコメント欄の件ですごく落ち込んでたのは事実でございます。まあ仕方ない部分もあるっちゃあるんですよね。システム上でこう弾かれちゃってるからもうしょうがないんだろうけど、ただやっぱ音フェチ好きな方々のそのタイムコードっていうのが、私自身が音フェチだからすっごくわかるんですよ。なくなったらすごい不便っていうことがね。なのでそこをね、今後改善していけたらなと思います。まあ月に 2,3 本は会えるんじゃないかなって思ったりしてますので、皆さんぜひ期待せず、ゆるく、相変わらずゆるいなこいつって思いながら見てくれたらなと思います。はい、ということでですね、今日は森有がなぜ 1,2 ヶ月休んでいたのかについてお話しいたしました。この動画がいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてさっきからねずっと言っているインスタグラムのアカウントも下に載せておきますので、ぜひ皆さんフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。そしてこの7年間ありがとうございました。令和元年からの森有もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ。いやー、めちゃくちゃ久々に撮ったよって、もうなんか全然わからんし、後ろちょっとよかかったらガラにガラやんみたいな、すーげー目チカチカすんだけど、やばいな。ちょっと編集しよう。